ここにあります5競技18種目を追加種目として IOC へ提案いたすことになりました。そのクライテリアは、一つは若者に対するアピールがある競技であるということであります。この若者を通じて、この2020オリンピックがですね、やっぱり時代の傾向を映すものであると。もう一つ、やはり日本を、この我々を盛り上げるという意味におきましては、やはり野球と空手だと思います。言うまでもなく国民的なスポーツであり、動員力ですね、一つの大きな要素であります動員力にが最高にあるということであります。この5競技18種目が大半に最も大きな付加価値をもたらすものとして、ベストな組み合わせであるというふうに結論をつけたわけであります。